松戸徹は、日本の政治家、千葉県船橋市長、千葉県千葉国八千代町出身、千葉県立役園大高等学校卒業。1978年3月、東京理科大学理学部物理学科卒業。同年4月、船橋市役所に入庁し、船橋市教育委員会社会教育部社会教育課、社会教育部浜町公民館。 広報部広報校長課、秘書課長を経て、2007年により、市長公室長。2009年、藤代隆七船橋市長の下で、船橋市副市長に起用され、2013年3月まで、務めた。2012年12月、船橋市長の藤代公室が午前不出馬を表明。藤代の不出馬を受け、船橋市長選への立候補を表明した。 2013年6月23日投開票の船橋市長選に自民、民主、公明3党の推薦に加え、藤士の支援を受けて立候補し、日本維新の会の推薦を受けた元千葉県議会議員の西尾健一、日本共産党の推薦を受けた斉藤和子、市民団体代表の野屋敷いとこらを破り、6人が立候補した混戦を制して初当選した。 7月19日、市長就任。当日有権者数、48万6751人、最終投票率 34.、34.55%2016 年11月、翌年の船橋市長選に再選を目指して出馬する意向を表明。市長選は2017年6月18日に行われ、前回同様、自民、民進、公明3党の推薦を受け、 4年前の船橋市長選で破った西尾県一ら3人の対立候補を下し再選を果たした。投票率は28.10%。当日有権者数50万8344人。最終投票率 28.10%2021 年2月10日、参戦へ向け市長選挙への立候補を表明。6月20日の投開票の結果。 元県議の丸山新一らに候補を破り参戦を果たした。当日有権者数52万1228人、最終投票率28.88%。ありがとうございます。